Parabata Sabatimo Parabata Sabatimo Parental Advisory Explicit Content。このブランドってなんて読むの？アイマーフィール？アイメイフィール？正解はエメフィールです。下着で全ての女性をハッピーにするトレンド感あふれるランジェリーがいっぱい、お得なセールも実施中。こんにちは。来たこんにちは。はい、はい、カリウルナさん、頑張ったこと、大変だったことをお願いします。これ逆ですか？頑張ったことは、そうだな、カリュウちゃんはリライフにとって多分一番リライフを見てる方の気持ちっていうか、みんな見てるみんなの悩みっていうところに一番近い存在だと思ったので、みんながどういうことを悩んでるだろうなとかみんながどういうふうに、今を生きてるんだろうなっていうことをすごく考えました。うんうん、すごい。でも保健室のシーンとかやっぱりなんかなんていうんですかね、なんだろうな、あのリライフであそこがあるから、池崎さんの感想巻きでお願いします。あそこからこそなんか素敵なシーンだなってすごく思いました。ありがとうございます。ということで、はい、はい、そんな池田さんのカリウレナをぜひ劇場でご覧ください。見てください。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。わあ、すごい。めっちゃ美味しそうだね。ワインを入れていただいてもいいでしょうか。
はい、リリー・フランキーと申します。僕ももう長くビートルズマニアを、続けてまして、まあもう僕がそのビートルズを聴き始めた頃はもうビートルズは解散していたんですが、それでもその残された映像を、あと写真とか、あれこの写真見たことないなとか、あれこのアザーカットこの映像でっていう、何ですかね、もうそのマニアとしてはもう解散してしまって何十年も経つバンドを追っかける身としては、見たことない写真、一枚の写真とか見たことない映像っていうのがもうほぼないだろうっていうぐらい、もういろんなブートレグ屋さんとかいろんな海外の店で探して、この写真ってあったっけみたいなのをマニア同士で話す中、あの伝説のルーフトップのもう何時間も6時間ですか、まだなかなか全貌がつかめてないんですが、未公開の映像がそんだけ大量な物量で出てくるっていうことはもう本当にこれが最後だと思いますし、あの時期にあのメンバーがやっぱ屋上に集まってもう最後の演奏におそらくなったライブだと思いますので、いやこの貴重な映像今までどこにあったんだっていうことと、そしてまたそれをピーター・ジャクソン監督がまた新たにエディットしてということで、これはもう映画としても大変素晴らしい映画になっていると思いますし、もう資料映像としては大変価値のある、これは本当ビートルズのマニアの方に関わらず一つのなんかやっぱ音楽の歴史として、やっぱ音楽のドキュメンタリーの映画っていうのはやっぱどれ見ても外れがないので、ぜひこう一つの音楽、一つの世界を変えたグループの、最後の伝説のその映像をちょっと皆さんにも、見ていただきたいなと、思っております。突然のサプライズだけど宿命を許してね、水星カールズ、まっすぐな私が私だし、あ、水星カールズ、あ、水星カールズ。グラビアをやらせていただいて、とっても歌手とグラビアという楽しい毎日を過ごしています。私はですね、食べることが大好きで、特に麺類が好きなんですけども、そのパスタとかラーメンとかも食べてる動画をよく SNS に上げてますので、ぜひ皆さんご覧ください。そして美味しいお店とかあったらぜひコメントとかして教えてください。そして今日はですね、ヤングアニマルさんの撮影が終わりまして、初めてのヤングアニマルさんということで、すごい緊張したんですけども、この赤いドレスだったりとか可愛い水着をたくさん着ることができて、すごく楽しかったです。そして面白い優しいスタッフさんに囲まれまして、楽しい思い出になりました。ぜひ皆さん楽しんで見ていただければと思います。これからも応援よろしくお願いします。以上、小室さやかでした。
ありがとうございました。こんにちは、河村なつきです。ただいま全ての撮影が終わりました。本当に楽しい2日間で、1日半ぐらいの時間だったんですけど、たっぷりといい写真が撮れたと思います。皆さんにお届けできる日を私も楽しみにしてます。待っててください。バイバーイ。まあ、お話しいただいた時に犯人役が僕とピエール滝だっていうので考えてるっていうのを聞いた時に、これはこの監督はふざけてるのかなってまず思うし、まあ何があっても監督のもうせいではあるなとは思ったんですけど、これで俺らって大丈夫なのかなって思いながらも、まあなんとか監督が形にしていただいたというかですね。皆さんこんにちは。突然失礼します、ジョニシケイです。今回東京ハンガリッキーズの2人目の新人社員として働くことになりましたね。スポンサー企業様やファンはウィッキーズをなぜ応援したくなるのか、実際に現場に出向き、まだウィッキーズを知らない人やファンの方が知らない情報などを皆さんの愛となってお届けします。普段は王様のブランチのリポーターをやっていたり、あと YouTube とかで自分の声張るチャンネルを作って、ちょっと登山とかもやったりしています。いろいろと多趣味なので、よかったら皆さん興味を持ってください。ナニミキです。今回グラビア撮影をシュープレ初させていただきました。全然まだまだ慣れない撮影なんですけども、今回もプロフェッショナルなチームで撮れて、すごく素敵なものが撮れたので仕上がりが楽しみです。ぜひ皆さんにも気に入っていただけると嬉しいです。ではまた。どうも、美脚 YouTuber の岩崎奈美です。この度、私岩崎奈美、こちらの週刊プレイボーイさんに、グラビアを掲載させていただきました。待望のでしょう。そんなことない。見て、久しぶり、ね、ほら4年ぶりってちゃんと書いてもらってね、嬉しいんですよ。なので今回はこのシュープレを自分で見てみたをやっていきたいなと思います。めちゃくちゃ気に入ってる写真です、これ。なんかね、周りの、女の子の友達とか、なんか結構女性受けもすごいいい写真だった、うん、すごいよね、なんか本当にこうすごい遠くから見てもインパクトある、すごいね、大変だったの結構本当に大変だったんですよ。めちゃくちゃ砂漠かってぐらい風吹いてたからな。すごいなって思ったの、これの時本当に大丈夫かなと思って、撮れてるかなって不安になるぐらい風吹いてて、もうすがプロの本当だなと思って。こんなにでも面積ちっちゃく、なんかお尻バーンって出した、初めて。私はね、結構これが好きで個人的にはね、これが好きなんです。好きな色のね、水着っていうのは可愛い、自分、我ながら可愛くて撮れたらすごい好きな写真なんですね。そう、これはあれなんですよ、こうバーンって美脚でこう出したんですけど、岩崎意外とおっぱいもあるよっていうのをみんなに分かってほしくて、完璧でしょ、もうこの何だろう、この素晴らしい、いやもうね、全部入れてほしいやつは全部入ってるんですよ、実は。でもすごいね、さすがだなと思いました。純粋になんかみんなにこう中継のクラビアを見て、すごい良かったよって言ってもらって、それがやっぱりなんか良かったんだけど、なんかせっかくなのでね、この YouTube でまだ、ね、出してないメイキングの映像とかを撮ったので、ぜひ見てもらいたいと思います。ごめんなさい、見てもらいたいなと
思います。それではメイキングスタート。はい、皆さんこんにちは。レースクイーン3年目になる立花咲です。ただいまギャルパラ新人グランプリいよいよファイナルまでやってきました。イエーイ。私も2年前に、このギャルパラ新人グランプリにエントリーさせていただいて、グランプリは取ることできなかったんですけれども、去年、日本レースクイーン大賞で、グランプリを取ることができて、これもファンの人の、温かい投票のおかげだと思っております。今ギャルパラ新人グランプリにエントリーしている、ファイナリストの8人も皆さん緊張していると思うんですけれども、皆さんの温かい一票ぜひよろしくお願いします。はい、私も投票に参加しますので皆さんもぜひぜひ参加してください。皆さんで一緒に、モータースポーツ界盛り上げていきましょう。立花咲でした。 See you。 初めてスペインに行って、もちろんずっと行ってみたかった国なんですけど、意外と知識もないものというか、本当に夢を抱いて、どういう場所なんだろう、どういう人がいるんだろうと思って、でいざ行ってみたら、すごくこう不思議と肌なじみがいいというか、そこにいる人も街もなんか時の流れ方とかもすごく心地が良くて、なんかそういうのに身を任せながら写真を撮ってもらえたんじゃないかなと思って、なんである意味今まで見せたことがないぐらい素の部分というか、そういう部分も見せられた写真だったのかなって思って、いろんな表情があるなと思いました。すごく現代的な部分と、あの昔からある建設物を大切にされている部分と、なんかちょっとこう旧市街っぽい匂いは残ってるけど、発展してる部分はちゃんと発展してて、なんか夢の国、継ぎ話の国みたいにイメージが少しあった中で、やっぱり同じように時代が進んでるんだなみたいなことは感じました。私は2歳からもずっと日本で、特に福岡っていうある種あったかいんだけど少し弊社的な田舎町で育って、その中の常識の中で十何年生きていたので、もちろん東京に来た時も、その自分が今まで常識だと思ってたことの固定概念はどん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 いい意味で崩れていったし、スペインで出会った人たちも、なんだろう、本当に人が好きなのかな、なんかちゃんと心と心で話ができる人とか、今同じ空間を精一杯一緒に楽しもうねって思いだったりとか、なんかそういう思いに触れられて、また一つなんか自分の中でくすぐってた部分がほぐれたというか、日本に帰ってもこうやってスペインで覚えた思いとか、教えてもらった気持ちとか温かさとか、また日本に行かせたらなって思います。みんな、何しよっか。こんにちは、川村なつきです。あれ何これ。こちらはですね、私のファースト写真集なんです。私はですね、今まで一冊のみ写真集を出させていただいてるんですけれども、今ラジオにも出させていただいている、リリー・フランキーさんに撮っていただいた、写真集がこちらになります。タイトルはですね、リアルミーという写真集で、なんとですね、なんとなんとなんと全てそうなんです。あのね、無修正というとね、あのいろいろな想像される方がいらっしゃると思うんですけれども、あの服は着ております。あのセクシーなショットはございますけれども、服は着ております。一応はい、そういう形の無修正となっております。無修正の意味としてはですね、全くデタッチとか手を
加えていない、写真を撮るときにシャッターをヒリーさんが押したその時のママの写真がこちらに全て入っております。なので完全に無修正な写真集を今日なぜ持っているかと言いますとですね、皆さんこちらの写真集で着た衣装で撮っていきたいと思います。ダラララッダラーね、撮りたかったんですよね河村さん。ふんふん、撮りたかったって言うてますね、撮りたかったんだよねブースカー。女の人はある程度年齢が上がってる人の方が好きになるんですけど、ウイスキーに関してはどんどん舌がロリコン化していくんですよね。今単年引きの方が美味しいなと思いなってきますよ。6年とかね、8年とかせいぜい10年みたいな。これ人間に例えたらもうそこパグられますよね。写真集っていわゆる満を持して出版させていただくものだと思ってたんです。なんかゲネレーザー22歳っていう感じで出すのかなと思ってて、でもずっとおこがましくって思ってたんですけど、ファンの人がじゃあその満を持して出したものだけを見たいのかなって思うと意外とそうじゃないかもしれない。まだすごく発展途上というか、まあ、弱い部分も出しつつ、なんかどう感じるかは本当に皆さんの自由だと思うんですけど、私は今の私が出せるものを出し切ったと思って、多分10年後ぐらいにちょっと恥ずかしくなるんですよね。そんな気持ちです。撮りたかったって言うてます。はい、ということでですね、本日は撮りたかったって言うてますので撮っていきたいと思います。今日ですねご紹介するのはこの写真集の中で着ている衣装を7パターンご紹介したいと思います。古いお酒飲みをします。これ銀座で飲んだら多分10万取られますよ。自分を見てもらいたいって考えちゃうと、すごい自分に制限をかけちゃう癖が出ちゃう気もするので、スペインで生まれた気持ちとか、初めて行く場所で初めて感じることとか、そういうものを大事にしたいなって、それだけでした。これはですね、北九州で撮影をした時に着ていた衣装なんです。実はこの衣装はですね、写真集を撮り始めて1着目に、撮影をする時に着ていた衣装なので、すごくねこの時、いよいよ北九州、私の生まれですね、私の生まれと、そしてリリーさんのお生まれも北九州なので、北九州に来て、ここから無修正の写真集を撮るぞというね、すごくこの衣装を着てた時もよし頑張るぞっていう感じで緊張していたのを覚えてます。でもこの衣装が私もすごくお気に入りだったので、1着目ですごくテンションも高まってすごく嬉しかったです。大好きな衣装です。それでは2着目に行きたいと思います。まあだからもともとこのリベットが上がって名前がグレンリベットになったんでしょうね。蒸留所はなんかこう好きな子の実家に行く感じがしますけど、やっぱ川と水源見るとやっぱこうね、実家のあの親御さんに挨拶してる感じがします。大変ですよそりゃもう大変だけど、22歳の命しか取れないもんだし、結構命がけで本当に風が強くて、でもやっぱりあの場所でああいう風にたなびいて自分の意思が伝わるようにいろんな感情があるっていう一枚を私も撮りたかったので、あの瞬間なんかカモメがずっといて、私たちは勝手に見守ってくれてると信じてるんですけど、なんかずっとこう見ててくれたり待っててくれたりしてて、それに救われながら撮ってました。そこはすごい大変でした。今日
お気に入りのカットではある。お気に入りですね、うん、なんかいろんな気持ちになりました。なんか日本という場所に自分のお家があって、自分の好きなことやって、好きなものをなんか読んだりとか食べたりとか、それだけで一日が終わる中でスペインっていう国に行って、本当に高い高い山の、もっともっと高い場所に、崖のその中でも一番高い岩の上にいて、こういうところで素敵な衣装を着て、素敵なメイクを残したものって、みんなで同じものを作っている、うん、東京の高層マンションから見える、うん、いわゆる東京の景色ってちょっと苦手だったんですけど、なんかちょっとさ心が寂しくなっているか、ここで一人で戦ってるんだなって、一人じゃないのになんかそういう風になる気持ちになっちゃうんだけど、その瞬間はなんか同じ高いところにいるのに、なんかもっともっと自分ならまだやれると思えるのが、うん、すごく大きな気持ちにさせてくれる場所。いらっしゃって、その方から衣装を借りたりとかすることが、まあ、多いと思うんですけど、今回はですね、衣装を全てリリーさんに選んでいただいて、購入だったりレンタルしていただいたので、購入したものはですね、なんと私にプレゼントしてくださったんですよ。こんなこと普通だったら本当にありえないので、もうすごくね、ありがとうございます本来だったらこういう撮影できたものっていうのは私物のもの以外とかね、例えば撮影の時にプレゼントでいただくこともあると思うんですけど、なかなかこうやってご紹介できたりとか、私生活でも着れることないので、思い出も詰まっているお洋服をいただけてとっても嬉しいです。はい、すごいお気に入りの一服でした。では次、今週あ、ダメだこれ。もう差し歯取れそうなんですよ。いや、無理。無理。硬っ。米よりも。うん、硬いですね。なんか原料に触れると、なんか複雑な気持ちですね。こういう素朴なものから、ああいうものが出てくる。いや、でもさっき、こんな世界中どこでも作れるもので、スコットランドだとこれを、ね、ウイスキーにして、なんかやっぱスコットランドに来るといろんなものがちょっと愛おしいですよね。蒸留所を見るとなんか実家に来た感じ、こういうなんかこんなだって素朴なもんからね、あんな複雑なもんがいて大人が騒いでるって愛おしいですよ、ね、ちょっとこうこう入れてシャッってやるんですよ。ちょっと怖かったですけどね、私みんなが。でもなんかこういいですね、女性の人がこう大きな口開けて押されてシャッってやったような気持ち。ミラちゃん何本くらい経った？お腹いっぱいだったね。
インナーとパンツが色味は一緒なんですけど、本当はねタートルネックだったりとかしてちょっと違うものになっちゃって申し訳ないんですけど、こちらのコートすごく可愛い、こちらも一緒に購入させていただいたんですけど、北九州の若戸大橋っていう橋で着用していた衣装です。でね、こう風がすごい吹いてたんだけど、髪の毛がこう風にかかってバーって顔にかかって、でそのシーンもね、こう若戸大橋にこう船がね出てるんですよ。そこに乗りながら今までは撮ったことがないような写真を撮っていただきました。そのね写真もすごくお気に入りなので、ぜひ皆さんよかったら見てみてください。はい、それではお次に行きましょう。ウイスキーのことをいろいろ利用されて本当のおじさんに見えるのって何だろう。何ですかね。そしてワインのことを詳しく女性に喋るおじさんってなんか粋なおじさんに見られがちじゃないですか。ワインがものすごく優遇されてる気がするんですよ。なんかあとね、ワインとかシャンパン好きな人って競馬も好きなんですよ。ね、馬とブドウのせいにできるんですよね。なんかウイスキーって言い訳が聞かないですよ。麦は毎年大体同じ麦ですから。でもほら、ブドウとか馬のせいにするっていうことがやっぱり一つなんかこう飲みの中のね責任の所在を持たないっていう。もうウイスキーは明快にもうね、あの時蒸留機変えたなとか、マッシュタン入れ替えたな、あのブレンダーいなくなったなって、もう明快に人じゃないですか。だからやっぱ男の人ってやっぱその人に惚れる習性があるじゃないですか。だからなんかね、ウイスキーとか楽器とかね、必要以上に集めたら、いまだにロスですね。ピンと言ったら可愛いっていう、すごいんですよ。ちゃんと目を合わせてじーっと見て、この人危険じゃないかな、何考えてるだろう、お互い転職でよよろしくねっていう気持ちになれたりとか、それが本当にそういう風に伝わってるかは分からないけど、それでこうお互い信頼し合って生まれたこと、すっごい素敵だったし、純度の高い時間だったと思うし、エラちゃんってアリ一匹も殺さないっていう主義だったと思うんだけど、撮影中もね、近づいてくるアリを殺したの、ダメーっつってなったら違うの、それももうなんか変なところばっか出てくるな。一昨年ぐらいにアリ主観の小説とかを書いたりしてたんですよ、短編で自分で。別に世に出してはないですけど、アリが人間のブロックスに迷い込んでわーってなってるみたいな小説を書いたりとかしてたので、なんかこう簡単に潰せないっていうか、でもし家でこう蚊とかハエとか入ってきたら、それはどうする？蚊は降って捕まえたかったんです。外に逃がす蚊潰さないようにって丸く持つのが得意なんです。苦手なのか、逆に蜂刺されたことある、分かり合えない目がでかすぎちゃって蜂の蜂が何頑張ってるか分かんないじゃないですか、あれ全部見て。なんかごめんみたいな何も組んであげられなくてごめんなさい。で前ツイッターで蜂と仲良くなってる人のアカウント見たんですよ、スズメバチを飼っててすごい懐いてて、ちょっと悔しかったすっごい悔しかった。分かり合えんじゃんと思って。好きな男性のタイプは浮気しない人、まず浮気されないにこうしたことないじゃないですかっていう、女の子のエゴも含めて浮気しない人っていうのをまず大前提に聞かせてほしいっていう乙女心で、あとは何だろうな、あんまり好きな人がすごく好き、一途なんでそれがしんどいってならない人がいい。男性のどんなところにキュンとくる？喋ってる時警戒を置いてくれたりとか、ちっちゃいことだと思うんですけど、あ、キュンっていうか、あ、ありがとうって思って、なんかごめんね。でもそういうのもすごい幸せだなって。キュンキュンすることって何？
無邪気になるかな、そんな無邪気にはなるみたいな、かわいいなみたいな、そう、なんか楽しそうだったらキュンキュンしちゃうかも、楽しいのってなっちゃう。クールもあるし、まあ、キュートもあるしっていうね、私は結構いつもはキュートキュートキュートって見せたいみたいな感じなので、もうね本当にキュートも素敵をやめようっていうことになりましていろんな表情をね本当に撮っていただいたので、こちらのコートもそんな一枚だったのかなと思います。このメガネもね、今回マスターさせて用に購入して、すごいね形が可愛いです。はい、ということで次に行きたいと思います。前のロイヤルウェディングさっき話したんですけど、マッカランの、ね、チャールズの生まれ年とダイアナの61と54だったかな、バレットですか、バレットですか、これ箱なしで40万でした。でもなんかこの値段からするとチャールズ関係なくでもこれチャールズがセレクトしたって言ってましたからね。じゃないか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 って感じですね。自分が殻を破ったらどういう格好するんだろう、なんか日々女優っぽくありたいな、じゃあこういう聖書の服装しなきゃいけないのかな、そう思ってる心と逆の動きをしてる心の中で、本当はこういう服も着てみたいな、でも派手だと思われちゃう。はい、こちらはですね、衣装は北九州で撮影しました。平尾台という場所で撮影したんですけど、実際の写真がこちらです。もうすっごい綺麗でしょ、本当にね、ぜひお近くの方は行っていただきたい、いやお近くではなくても行っていただきたい、すごく綺麗な、場所でですね、もう本当に広大なんですよ。私がちょうど撮影をしていた時期が、秋終わりぐらいの時期だったので、すごく綺麗な景色でした。そしてこちら今ウエストマークのつけてるんですけど、写真集の時はねさっきみたいにこうやって撮って前を全部開いてですね、まあ明日はちょっとセクシーみたいな感じで、撮影をしておりましたそうなんですよ。なのでこれね結構2パターンで着れてすごく可愛いですね。ベルトしてなくても可愛いもんね、ラインが。そうなんです。でこれ開いてて羽織として着てもすごく可愛いので、こちらも愛用しています。はい、こちら H&M さんで、購入をしていただきました。はい、それでは残すところあと2着ですね。2着すごいですよ、期待していてください。それでは次の衣装にどんどんどどどんどどどどどん。皆さんこんにちは、スカイカです。なんと私は今台湾に来ています。いや、なんと私のファースト写真集が出るからです。私の目標だった写真集を、今回出すことになりました。それで今日は今回台湾に来ております。皆さんに楽しんでもらえるような素敵な写真集になるように頑張りますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。バイバーイ。Come on.
forgive my baby. I wanna feel your body yearn. All your softest spots I plan to learn. Baby, won't you let me just whatever it is you desire.
Baby, just
I plan to learn. Baby, won't you let me just kiss you down? Let me kiss you down, baby. I'll make you spin around and round. Make you spin around and round. With you, girl, from left to right. If you don't mind. All your softness.
I plan to learn. Baby, won't you let me just kiss you down? Let me kiss you down, baby. I'll make you spin around and round. Make you spin around and round. With you, girl, from left to right. If you don't mind. Your body, your hurt, all your soft.
楽しくてセクシーなショットがたくさんあるのでぜひ楽しみにお待ちください。かわいい、かわいい、かわいい、ね、で撮影をしました。なんかあざといことしてましたね。結構あざといことしてましたね。ぜひね、紙面でね、チェックしてもらえたら嬉しいなと思います。かわいい聖書と楽しんでください。頑張ります、頑張ります。これからも、これからも、これからも、これからも頑張ります、頑張ります。私たちは撮影させていただきました。ありがとうございます。お疲れ様です。仮眠室なんてあるんですか？こんなリアルな仮眠室で撮影する機会も二度とないですか？ないと思います。本当に多分使ってるところですね。ね、なんかバルーン使って、うん、どうでした？
あのラムさんとツーショット撮影初めてだったんですけど、確かに初めてでラムさんの頭がここにずっとある状況ってなんかすごいなって思って、私もツインでこう腕枕するの初めてだったんで確かにちょっといろいろね、はい、新鮮だったんですけど、ぜひ、うん、して、はい、皆さん楽しんでください。楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございます。
様でーす。ありがとうございました。リリー・フランキーです。今年の GQ メン・オブ・ザ・イヤーに選ばれました。本当にもう素直にこの賞はいただけると嬉しいです。是枝さんと一緒に撮れたということも、何かまた映画が認められたということで嬉しいことです。本当他の受賞者の方々も本当に尊敬している方々もすごく光栄だなという気持ちでいっぱいです。本当今年は大変な1年だったなというか、すごくいいこととすごく不幸なことがこう立て続けに起きる、いろいろものを考えたり、そう考えなければいけない1年だったのかなと思いました。来年は本当になんかもう穏やかに暮らしたいっていうのがありますけど、今年1年すごい考えることが多かったので、今までなんか生活みたいなものとか暮らしみたいなものはもうなくていいと思って生きてきたので、そういうこともちゃんと考えたいなと思いました。すごいびっくりしましたし、本当に西田さんの舞台に出られるっていう嬉しさでいっぱいでした。そうです、オーディションで初めてお会いした時、真ん中にいらっしゃってなんかオーラがすごかったんですよ。すごい偉い方なんだろうなっていうオーラがすごくて、なんですけどすごいこの作品をすごい愛してらっしゃって、いいもの作りたいっていう愛がすごい伝わってきたんで、すごい一緒にお仕事したいなって思いましたし、すごいなって素直に思いました。でもすごい優しい方で、あったかい方です。はい西田さんがおっしゃってたのは、女子に好かれる女子って言ってたんで、すごいかっこよくもあり明るくもあり、なんですごい美味しい役だなっていう思いました。まあ普段の自分とちょっと離れてるんで、ちょっと男っぽくじゃないですけど男性っぽく生きようかなっていうのを思います。でちょっと明るいんでポジティブに日頃からっていうのを意識し始めてます。今までやらせていただいた役も結構暗い役が多かったんで、なんで、はい、初めてって感じです。すごい当たり前なんですけど、皆さんお芝居お上手で、すごいドキドキしました。なんか心臓がバクバクしてながらちょっとお芝居やったのを覚えてます。皆さんでも優しくて、いっぱいお勉強させていただくことが多いんだろうなっていうふうに思ってるんで、ありがたいです、すごく。シエル役の小室さやかです。今回すごいかっこよくて明るくて素晴らしい役をやらせていただいているので、皆さんぜひ、劇場にお越しください。お待ちしております。My heart, and you made me realize.